動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアドリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。七種のアドリーペンギンが言えなくて今4回ぐらい撮り直しましたよ。もう疲れでしょうな。はい、5個目の収録でございます。で、まあ、最終日で、まあ、多分帰ってきてるとは思うんだけどね。帰ってきてるし、向こうでもパソコン使えるから収録もできると思うんだけども、まあでも5個連続でやりましたから頑張っていきましょう。はい、お腹減ったな。さてナショナルジオグラフィックからのニュースでございます。この間僕は沈黙の春の話をしましたけども、タイトルに沈黙の春があったので読みます。コロナ禍の沈黙の春に鳥の微生が回復研究ってことで、まあコロナ禍になるとコヨーテがアメリカのサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジのところを渡ったとかって、いろいろな野生生物っていうのが街を闊歩したり、するわけですよ。まあ、ロンドンなんかでもね、羊の群れだったりとかっていうのが街を歩き始めたとかっていろいろとこうニュースになったりしておりますけども、まあ、そんな中、そういうニュースを聞いて研究者の人たちっていうのはいろいろこう、おいいじゃんって、こういうの研究しようぜっていう感じになってるみたいでございますね。ということで、このミヤマシトドっていう鳥を研究してる、ベリーさん、デリーベリーさんっていう、リズデリーベリーさんっていう、行動生態学者の方が、研究のチャンスだということで、何の研究のチャンスかっていうと、サンフランシスコに外出禁止令っていうのが出てたと。でこの騒音が消えた時に、このにぎやかな、小鳥の反応を調べる絶好の機会を逃すまいと決意したというわけでございます。でまあミヤマシトドっていうのは町の中でも田舎でも鳴いてるんですけども、まあ、そういう鳴き声っていうのが人が多い時少ない時でどう変わるのかっていうところを、発見して研究して発見したというわけでございます。で、このミヤマシトドの歌っていうのは、私たちの予想よりもはるかに大きく変化していたのです。騒音光害の影響の大きさを浮き彫りにする結果でしたということなんですが、どう変わったのかっていうと、実際に人がいなくなった、人気のいなくなったベイエリアの通りではミヤマシトドのさえずりの録音した、声っていうのが情報と質、まあ、さえずりの質と情報量が劇的に向上してたというわけでございます。で歌、この声によって縄張りを守ったりパートナーを見つける、オスっていうのはそうやって歌を利用するわけなんですけども、これが変わることによって、まあ、大きく生態に影響するんじゃないかという話ですね。で中身を読んでいきますと、この声が変わることによって何が変わるのかっていうお話なんですが、情報量と質が変わると。で情報量が変わるってどういうことなのかっていうと、まあ、例えばその大声で喋ってると伝えられる情報量というのは限りがありますよね。なんだろう、こう PS2 かなんか3かなんかの発売日の時に、やめてください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 、もう今日の PS3 の販売ありません。なんかもう拡声器を使って言ってる店員さんとかいるじゃないですか。あれぐらいのことしか言えないんだけども、まあ、さえずりが綺麗になって喋ることができると、まあ、僕がこうやって喋ってるような感じで多くの情報っていうのを伝えることができるわけですよ。今までこう拡声器、まあ、使わないと届かなかった声、まあ、なんでこの拡声器を使わないといけなかったのかっていうと、騒音ですよね。車の音だったりとか、いろいろな工事の音だったりとかっていうのに負けないために、鳥たちが高い声を出してそれに対抗してたので、あんまりこう情報量っていうのは良くなかったと、質が良くなかったと。でもまあ綺麗に、まあ、鳴くことによって、まあ、より広い範囲にその声を届けることができたりとか、必要な情報だったりは、まあ、オスに至りましてはメスをにアピールするチャンスですから、自分はこういうこうこうこうで、年収はこうで、勤め先はこうで、父親と母親はこんなもんでございますみたいなね、そういう情報も伝えられると。そしたらまあオスメスもね、ちゃんと吟味ができて、でいい子供が生まれるっていうことです。で実際
その農村部の鳥のさえずりっていうのも録音して比較したんですけども、農村部の鳥のさえずりっていうのはパンデミック前もパンデミック中もそんなに変わりがなかったということで、やっぱり都市部の鳥のさえずりっていうのが大きく変化しているっていうことらしいですね。でまあシジュウカラとか他の鳥たちっていうのは、まあ、ストレスのレベルっていうにも違いがあって、で巣の中の成長ペースっていうのが遅いと。だからやっぱり都市部にいる動物たちっていうのはそうやって寿命が短くなったりとか、あとは体が弱くなったりするっていうことなんですけども、まあ、今回その都市部の騒音のレベルだったりとかっていうのが一般以下になったことによって、まあ、動物たちの方にもいい影響があったということですね。じゃあ人間は苦しんでるだけなのかっていうと、そういうわけではないというわけでございます。まあ、今までこうやって街の音、工事の音だったりとか、あとは車の音ばっかり聞いてた人間にとっては、まあ、ストレスを軽減する、逆に言うともっとさ鳥の声を聞いてみようよっていう、そういう機会にもなるんじゃないかなっていうふうに研究者の方はおっしゃっておりますね。まあ、日本も一緒だと思います。まあ、こういう時だからこそ鳥の声聞いてみてはいかがでしょうかっていう、そういう提案を七種のアテリーペンギンからしてみますので、まあ、朝さ早く起きて一番最初にどの鳥が鳴くかとかっていうのを聞いてみたらいいんじゃないですかね。まあ、基本的に僕も確認はしてたりたまにしますけど、毎回毎回カラスですね。はい、それでもいいと思います。